あいつか、さっきからなんか謎の光線を発射してるのは。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。どこや、あ、これか、これかえ、すごい、めっちゃできとるやん。まあね、できたって言ったもんね。ちょ、誰に話を。あ、みんな勢揃いやね。何、待ち構えてた。どうも。あいな、改めてあなたの指導が無事でよかったわ。二人がいない間にピラミッドの二つ目の設計図を完成させておいたの。え、すごー。え、なんか全体見たらよりすごいね。やば。へえ。まだ完成じゃないんよね、これは。え、やばくない？なんかあっこにハート固まったんやけど、どうしたんあれ。どう？悪くないでしょ？うんうんうん。悪くないどころか素晴らしいんやけど。で？ポストの手紙が届いた。何、回りすぎやろ。うん、素敵なピラミッドになってきたわね。完成はもうすぐそこだぞ。もうすぐそこだぞ。アイナに三つ目の設計図を書いてほしいぞ。かっこいいやつを頼むぞ。すごいな、空が飛べるってことよね、主人公は。なんかこれでっかいハート持ってる。ピラミッド設計図3を描いた。なんかあんまり変わったような感じせんけど、変わっとんかな、よくわからん。多少変わった。おお、さすがだぜ。ピラミッドの3つ目の設計図を描いてくれたんだな。それじゃあ早速みんなで設計図を組み上げていきましょう。以前と同じように必要な素材を収納箱に入れて近くに置いておきます。おう、あの置く時のドンっていう音結構好きなんやけど、私なんか良くない？アイナ、お前さんピラミッドを手伝ってくれてもいいし、好きなものを作りながら待っててくれてもいい。とにかくみんなでピラミッドの周りを発展させていくとしよう。おお、ほほほ、おう、アイナも指導も本当に無事でよかったの。改めて空っぽ島の開拓を頼むぞい。さてアイナ、わしから何か出所祝いをやろう。欲しいものはないか？お？物作りのかけらを集めるのが大変だ。この島に金はないのか、ちゃと？確かに、ないね。ならば自分で作ってみるがよい。ま、まだまだ半人前の主ではビルダーの金は作れまいがな。お、それは。お、新たなレシピをひらめいた。マジで作れるやん。ベル、鳴らすと澄んだ音の出るベル。ベルをひらめいてようじゃな。それを使って物作りのかけらを集めるがよい。ふんふんふん。ということはだ。とりあえず。ちょ、邪魔。とりあえず。はっ。ここで鐘を作りまして。飾りって書いとったよね。ってことはここ？あ、ある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 。はい、ベル1個。何しに来たの？あ、なんか、クエスト？アイナちゃん、今更だけどあなたが無事でよかったわ。ありがとう。あの宣教師たちはなんとか追い払えたんだけど、いつまで冷めてくるかわからないわ。これからはここでも教団の魔物との戦いが起こる。何か対策を考えていかなきゃね。まあ今はそんな神器臭い話は忘れてっと。忘れていいの？ルルちゃんが言うようにこの辺りを観光名所みたいにしたいならお店があるとそれっぽくなるんじゃないかしら。お店があって物が置いてあっていろいろなものと交換できたら、それはそれは素敵な観光名所になるわ。物々交換？あ、まあ確かにこの世界ってお金の概念ないね。うん、アイナちゃん、まずはこのピラミッドの中に道具屋を作ってみてちょうだい。ふんふん。道具屋の壁掛け、つづら箱2つ、そしてテーブルと値札を置けばきっと素敵な道具屋になるわ。あ、ちょうど作業台の前におるけん、それも作っとこっか。もし作れないものがあったら、ものづくりにかけらを使ってひらめいてね。道具屋作り、よろしく頼むわよ。何がいるって？とりあえず、これか。値札。はあ、ビルダーハートがどんどんなくなっていく、つらい。まあでも作るしかないけんね。値札、物の価値を表示する札、アイテムを売ることができる。値段っていうんかな、物々交換なんやろ。
とりあえずこれ1個作って、値札何個いるの？別に1個でいいんかな、ちょっとよく分からんけど、個数別に書いてないもんね。で板のテーブル、まあ何個でもいいってことか、道具屋さんやもんね。1個じゃないか個数言ってなかったけん、それから増やしていけばねね。んで、あと何がいるの？ここに何か必要なものある？あ、これか、つづら箱。つづら箱2個いるって言ったよね。なんかありきたあり。あ、襲われる。指導助けてあ、アリに食われ何が多いって、中に何か、はや中に何か入っていることがある。どこやっけ、こっちか。あ、飾りなんやこれって。何か入っていることがある、木製の箱やって。これ2つって言ったね。さあ、そしてあとは、あ、道具屋の看板、これや、道具屋の壁掛け。あ、ビルダーハートがどんどんなくなっていく。全部ひらめかんといかんやつばっかりやん。道具を扱う施設の目印の装飾、こんだけやったっけ。なんか他にもあった気がするけど、気のせいか。あ、気のせいかなまあマークついてないしね、他の。んと、それじゃあ私は、あ、すげえ、どんどん出来上がっていきよる。とりあえずこのピラミッドの一番上のところに置こうかなと思うんだけども、あの金を、どこが一番上かちょっとよくわからんけれど、よいしょ、この辺かな、一番上って。とりあえず置く。ここ他に置くものないよね。よいしょ、てい。あー、すごい、190やって、こんな感じなんや。てか金の部分だけなんやね。へえ。あああ結構なダメージ。で、ベルは設置した。で、あと私オアシスが作れてなかったよね、前回というか、まあオアシスを作ろうと思って全く違うことをして終わってしまったけん、じゃこの部分に水をまいて、で周りに草原、なんか、まあ、緑を作れとそしたらオアシスができるっていう説明をしよったはずよね。水をぶちまけただけで終わったけん、いろいろとよくわからんことが多いけれど、とりあえず、え、オアシスを作ろう、全然ゼロなんやけど大丈夫え、ゼロなんやけど、これ作れとん、何も作れてないんじゃない。は、あ、1になった、なんかわからんけど、とりあえずそこ、そんだけ。なんか、あれ、こっちの方先に置いた気がするんやけど、近い方優先していくってことかな。ほっ、よいしょー。んー、まだ全然1しかない、つらどういう基準。あー怖い、あ、2になった。あれ、どこ行った、ミミズン。あ、そっち、こっちこっちこっち、ミミズンこっちよ。あれ、あー、そっち行ったのね。何がなんだか、あれ、私ここにも置いとるのに、なんでそっち先に行ったんやろ。まあミミズンがね、やりやすいところからやってくれれば全然全然いいんやけど。待って、邪魔。どの辺、この辺か。いやー、じゃ範囲が見えないから範囲が見えないじゃないの。この辺り、よし、あっち側に行ってる。とりあえず今6んで、この辺、あ、ここか、違う、もうちょっと、はい、
ちょっと待って、これ、はい、なあなあ、ミミズン移動めっちゃ早いよねいつの間にそんなところにみたいな感じのとこまで瞬間で移動するやん。なんかよいしょ、これってどのあたりだ、このよいしょ、この辺の邪魔な障害物をね。お、次はあっち側に行ってる。あ、この辺も入るんかな、よいしょ。じゃこの辺にも設置、いいぞいいぞ。あ、この上にもできそうな感じかな、よいしょ、はい。今どこですか、ん、おらんくね、あ、そっちあ、そっちね、こっちの方もかな、んーと、範囲範囲このあたりよいしょ。あー、一番向こうまで行けんかった。あ、これ水の中まで緑になるんや、へえ。はい、あと5。あ、この上もまた置けるんじゃない、よいしょ。んーと、どの辺、あ、なんか大群が、やめてー、よいしょ、ここにも置いて、あー、ちょっと破壊しないで、地形破壊とかやめて。そして水、あー、あっちか、そしてまたこっち側もよいしょ。次から次へとミミズンに仕事を用意します。なになに、なんか飛んできた、なにそれ、やめてよ、飛ばしてこないで。お、どの辺にゃ、この辺か、あれ置けないか、あ、ちょっと一列ほどかぶったけど大丈夫かしら。今どこ、あれ、 あっちか、あんなとこにも置いたんやっけな、覚えてないやはい、そしてこの辺にも、で、あっち側にも置けそうかな。ごめんね、魔導士さん、全然見向きもしなくって。あいつか、さっきからなんか謎の光線を発射してるのは、やめてよね。この辺だ、この辺か、この辺に広げておいて、あと2、あと2や、あと2いけるかな。めっちゃこの辺破壊されとるやん、つら、悲しい、ないないない、やめて。お、あと1や、あと1ってことはもうこのまま放置しとったら大丈夫な感じかな、いけそうじゃない。モンスターの軍団は去っていった、諦めた。あ、もうそこでクリアしそうな感じやね、向こう側にも一応置いとるけど。やったー、何、どこから現れたの、なんか途中から現れたよね、すごいじゃないな、オーシスが完成したのね、みんなこっちよ。そんな声じゃきっと聞こえないよ。お、こんな感じ、砂漠の真ん中に、真ん中かどうか分からんけど、オアシス、イエーイ、やったねー。おー、すごいぞ、こんな景色を自分で作るなんて、さすがいいな、さすがミミズンだぞ。景色を作るって楽しいね、地図で見れば前の景色からどう変わったか分かるはずだよ。それにしてもすごく素敵なオアシスね、オンボアオシスって名付けていいかしら。なんでみんなそんなに名前を付けたがるの。あいな、ミミズン、とにかくありがとう。ミーミー、みんな喜んでくれて嬉しいよ。クリスタ、あれ、草原団子、顔があるんかと思った。開拓レシピ、オーシスを作ろう、達成。ガチャピンみたいな顔に見えん、なんか。白い部分は歯で。お、開拓レシピを達成したようじゃな。よくやったの、アイラン。
フォーを見るがよい。お主から小さなメダルが生まれるぞい。お、来た来た。小さなメダルを手に入れた。開拓レシピをあと3個達成したらリフォーム固定を強化してやるぞい。ではさらばじゃ。強化ってどういう感じなんやろ。範囲が広くなるとかかな。これで石板のお題を1つ達成ね。よし、あとはピラミッドだな。あいつらやけに張り切ってやがる。指導帝国にふさわしい大ピラミッドを作らせようぜ。何大ピラミッド、みんなそんなに喜んでくれるのね。まあ、とりあえずほら日も暮れてきたからね、帰りましょう。帰ってとりあえずもう道具は揃っとるけんね、道具屋さんを作ろうかなと思いますよ私は。はい、とりあえず寝ます。はい、おはよう。何みんな塊になって怖いわめっちゃ怖いわ。ちょ、閉じないで閉じないで、私も出して。さあ道具屋さんどうしよっかな。入り口入ってすぐぐらいこの辺に作ろっかということやから、泥、苔混じりの泥、何で作ろう。何でもいいんやけど、砂じゃ、ん、砂利土、砂砂利、砂マーブル岩、砂マーブル岩、ひび割れ土、まあ何でもいいか、何でもいいって言いながらめっちゃ悩みようやけど、砂砂利で作っていきますよ。どうせホテで帰れるしね。建物の大きさ別に何も言われてなかったよね。ということなので、まあ道具屋さん、お、ピラミッド設計図3が完成。ちょ待って、私がまだ完成してないから、ちょっと待ってちょっと待ってって、はいな、はいはい、なんでしょう、どこ、あ、来た来た来た。別に上に乗らなくていいんだよ。ピラミッドの3つ目の設計図が完成したみたい。それ最終形態ってこと。おー、すごーい。あれ、真ん中は穴開いとるもんなんかな、よくわからんけど。まあ、おめでたい、おめでたいことだよ。すごいわ、すごいわ。ピラミッドも完成が近いわね。まだ完成じゃないよね、やっぱり。立派になってきたわね。惚れ惚れしちゃうわ。この調子でみんなで力を合わせてピラミッドを完成させましょう。さあこれで、あれ続きはないの、ピラミッドの。ね、もう一回ぐらいなんかありそうな感じやけど、ないっすね。どの辺、この辺ぐらいまでかな。あ、いつもいつも落ちてしまうよね、この辺で。オッケー、これで下向いてやっていきます。別にここ扉とか指定されてなかったよね、何も。おっ、ちょ、シド潰すよ潰すよ君。つづら箱、これはまあなんかこの辺に、ちょ待って、開いたけど、ちょっと待って、この辺に置いて、で板のテーブル、とりあえず真ん中のとこ置いて、で値札からの、あ、つづら箱2つか。じゃあこれもよいしょ、この辺置いて、であとは看板や、看板、はい、これで木の扉、はい。あー、これちょっと待って、こっち寄りにした方がバランスが良くなるんか。ちょ君邪魔なんですけど、はい。そして砂砂利でトントンと、これで空き部屋が完成したわけやろ。あとはこの道具屋の壁掛け、これをほっ、はい、道具屋さんできたー。オッケー、さあ頼んできた人はどこだ。は
早くやってこいよ。あ、来た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 。あれどこ行った？あ、おったおった。まあ、道具屋を作ってくれたのね。とっても素敵じゃないの。オアシスにピラミッド、そして道具屋さん。とっても観光名所っぽいわ。でも道具屋さんがあっても中で働く商人がいないじゃない。お部屋だけあったって意味ないわ。ルルちゃんたら、そうプリプリしないの。おばさんにちゃんと考えがあるんだから。何考え？自分が売り子するってこと？その考えは、え、なんか戦いのマークみたいなの出たけど。もう一人は？もう一人なんか、あ、どうした？さてと、ピラミッド作りももう少しね。あとはてっぺんの飾りをどうするかですね。また設計図を書いてもらわなければ。あ、なるほど、そこで迷うわけね。別に普通でいいんじゃない？なんか見なきゃけど。ちょっと待った、俺にいいアイデアがあるんだ。俺のイメージ通りに作ってほしい。なになに？オイラにもアイデアあるぞ。てっぺんの飾りはオイラのイメージ通りに作ってほしいぞ。こら、ミレス、マッシモ、ルル王国で喧嘩は禁止よ。大丈夫なん？仕方がないわね。あいな、ミレスの案かマッシモの案、どっちで作るかあなたが決めちょうだい。おー、なるほど。なんか向こう戦いのマークなんだけど、どういうこと？俺を選んでくれ。よっしゃ、アイラン。俺のイメージするピラミッドのてっぺんの飾りはこれだ。あ、ゴルドンやん、これ。あ、そういう感じ？ふんふん。オッカムルの守り神であり、俺たちの無理の出しでもある。ゴルドンをイメージした最高のデザインだ。一瞬、なんか、ひらがな振っとるのおかしくねって思ったら筋肉やった。筋肉のデザイン。どうだよ、どうだよ。もちろんこれでいいよな。ちょっと待ってね。そう、なんだよ、気が変わったらもう一度声をかけるよな。こっち戦いのマークなんよね。すごいな、オイラがイメージするピラミッドのてっぺんの飾りはこれだぞ。何これ、なんかよくわからんねえけど、これ何？やっぱりピラミッドはベーシックなデザインがいいと思うぞ。これと筋肉のデザインだぞ。いやー、ゴルドンの方がいい、見た目的にも。どうだどうだ、当然これでいいだろ。いいえ。わかったぞ。気が変わったらもう一度声をかけるんだぞ。ってことでゴルドンにしようっと。だって可愛いもん、これなんか。ね、これにします。筋肉のデザイン。はい、これでいいです。さすがエラだぜ。おめえはセンスの塊だ。あゆな。てっぺんに作るものが決まったのね。それじゃあ早速設計図を書いて。大変そうやな。人ごと、めっちゃ人ごと。でもいい感じに出来上がりそうでよかったわ。ピラミッド頂き設計図を描いた。さあ、ここに最後立てていくわけだね。おお、いい感じじゃないか。カルロキングダムの観光名所にふさわしい。完成はもうすぐよ。早速みんなで設計図を組み上げましょう。おお。だっはっは、アイラン、これを見てくれ。この設計図を完成するために必要そうな素材を用意しておいた。心置きなく使ってくれよな。筋肉置きなきじゃないよね。筋肉置くなくか。心置きなく、筋肉置きなくか。わかりづらい。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。みんなさ、人数の関係かもしれんけど、立てるのめっちゃ早いよね。やばいよね、みんなの技術の方が確実に。